ふとした瞬間に、にゃ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 負けないで、もう少し、最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ。追いかけてはるかな夢を。皆さんこんにちは、プラモアイドルコース柿野です。今日も始まりました無禁止 TV。 今日ですね、こちらの写真のスチームボードを使ってですね、レンガ調の背景だったりとか、こう下に引けそうなレンガっぽい建物っぽいものを簡単に作っていきたいと思います。なんと材料費100円。まああとは好きな塗料とかを使えばいいと思うので、まあそのあたりは好みでね、使ってたらいいかなと思うんですけど、まずはこちらカラーボードを使っていきたいと思います。まあこれスチレンボードっていうもので、ジオラマを作るときには重宝するようなものなんですけれども、厚さ 5mm の子を使っていきたいと思います。で、使いかけの子があったので、これをまず使っていこうかなと思います。で、これをまずどうするかというとですね、下書きじゃないですけど、レンガって格子状の模様というか、なんというか、あのレンガの模様、あのなんか積み上がったところに段差があると思うんですけど、それを書き込んでいきます。何でっていうのがすごいびっくりすると思うんですけど、ただのボールペンです。で、油性のボールペンだとスチレンボードって少しだけ溶けてくれるんですよ。なので書いたところがこう溝になりやすいので、油性のものを使うのがおすすめだったりします。あとはまっすぐな線を引きたいと思うので定規、まあこの辺はね、ザクザクと書いていきます。で、最初にあらかたどれくらいのサイズにしようかなみたいなのを決めておいて、で、そこにひたすら線を書き込んでいきます。まあこんなもん使おうかなぐらいの感じで、ざっくり多めにしておくといいところは、端っこのこうパキって割ったとかで、ちょっとモソモソになったところが瓦礫として使えたりとかするので、まあなんか先に切ってもいいんですけど、じゃなく後から切る派です、私は。でもひたすらここにこうね、こう定規を当て、線をこうピーと引いていきます。あんまり力を加えるわけではなくて、こうただただ線をこうピー、油性の力でね、線が入ってるだけじゃなくて、これね、ちょっと段差が生まれてるんですよね、ここにね。そう、油性の力でちょっとだけこう凹むんですよ。それがいい感じになります。もうね、ほんとひたすらね、同じ幅の線をね、描き続けるという結構な苦行なんですけど、でもこれをするだけでレンガの雰囲気は味わえちゃいます。で、スケールに合わせて幅とかは変えていけばいいんですけど、かなり細かめに今は描いてます。まあ割とざっくり作るが目標なので、まあ、誰でもね、手軽にね、この方法でレンガを楽しんでもらえたらいいなと。が入っています。結構ザラザラしてるというか、音だけでも軽いね。この辺はツルツルしたところ触るとこんな感じですけど、ちょっとこうザラザラ感がね、そうちゃんとね、ボコボコになってくれてるんですよ。で、まあこのね、横線だけじゃなくて、レンガはやっぱり四角いブロックをたくさん積んでると思うので、そっちの線も書き加えています。で、私は結構こっちの線はフリーハンド派なので、なんだろう、こうざっくりざっくりこうやって書いていく感じ。私はずれててもいいんじゃないかなと思うよね。だってレンガそんな綺麗に積まれてるかしらみたいな。なんか瓦礫とか戦場のやつって荒れてるイメージがあるから、結構ねザクザクとこんな感じで書いていこうと思います。見えてきた？見えないか。レンガに見えてきた？うん。ちょっとした努力で見えてきてると思うんだ。これはね、全部埋めたらね、めっちゃ綺麗になるから。
儚いというか遠い。さっきのこのね、線を引いてる動きが一番楽だった気がする。やだ、やだ。精神統一、精神統一。これね、瞑想してる気持ちだよ。修行だよ。なんか簡単とか言っておきながらさ、同じ作業がさ、こんなに目がチカチカすると思わなかった。私もうね、プラも作りすぎて、多分プラも作りすぎ、 YouTube の動画も作りすぎで、画面を見すぎてたりとか、目を酷使しすぎて眼精疲労がすごいんですよ。だからね、今ねめっちゃチカチカする。このでこれでどうしてレンガになるのみたいな感じだと思うんですけど、この後まだねある工程とかある工程をすることによって、ね、いい感じになるんですよ。これがそうなると信じてなりますからね。頑張りますね。私も頑張りたいと思いますね。負けない。多分今ね頭の中でね、ふっとした瞬間にニャ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 、歌詞全然わかんない。ニャ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 、パスってるからのニャ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 、歌詞をからわすぎてニャ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 、飛ぶしニャニャ、負けないでほら少し、あれ、もう少し。最後まで走り抜けて、どんなに離れてても、心はそばにいるわ。追いかけてはるかな、夢を。途方もねえっすな。まあでもね、今心の中ではいっちょんちょんを想定したから、かなり細かいの作ってるんですけど、これはね別にこのレンガ調でやる必要もなくって、他のね、例えば石畳みたいなのを作るときは、あえての例えばこういうなんか四角いこういうのをこうねつなげていくだけでもいいんですよね。こういう石畳だからで、こうしてこういろんな石の形をこう伝えながら、こんなの作っていくだけでいいんですよ。こんなので石畳風みたいなのも全然できちゃう。もう作っとく。レンガみたいに見えてきた？見えてきた？っていうレンガ調に頑張って線を引いたとこ、途中から雑になってますけどね。で、こっちは石畳風に急遽作ってみたところですね。ただまだ色もついてなくて、ただのスチレンボードっていう感じなので、ちょっとまだ物足りないかなっていう感じがすると思うんですけど、まずはこれをちょっとカットしていきたいと思います。で、スチレンボードは普通のカッターナイフとかの方が切りやすいです。っていうのもデザインナイフとかだと刃渡りがちょっと短いので、それよりは長い方で一気にザクッと切る方がザラザラになりにくくておすすめです。ではカットしていきましょう。どうしようかな、もうちょっとこっちにしようかな、こうしようかな、この辺
この辺で一本ザクッと落としました。はい、でさらにこれはもうこのままで、ここまでせっかく書いたし、はい、箸まで使おうかね、という感じで、はい、あ、ほらレンガ帳じゃんね、全然レンガじゃん、じゃんじゃん。で、もう一個はちょっとこの辺が雑にやりすぎたのであれだけど、ひとまずある分だけ切り取って後で考えよう。形に切ったんですけど、これぐらい軽く加工できちゃうので、でこれ足りないところはもうちょっとだけこう線を増やしてあげたりとかしながら、こうね、端まで石が詰まっているかのようにちょっと切り取った風景みたいになったらいいかな、うん、OK、 いいんじゃない、うん、あとはこっちですね、こっちをこう L 字でこんな感じで立ててあげようかなと思っています。レンガの壁みたいな。でどうしようかな、真ん中のここは汚いから使いたくないんですよね、あんまりね。なのでここまでの感じでちょっとザクッと、この辺にしとこう。いいじゃん。ちょっと今わざとバチッてやりましたけど、ちょっと崩壊した感じがある方がいいのかなと思って、こうね、崩壊した感じに。よし。もうレンガを一個ずつ崩すの楽しくない、こうやって。イエーイ。まあ、間がいいここで見とってみる。レンガを一個ずつ外していく作業。描いただけなのにさ、こういう風に角を切り取っていくとレンガを積んでたみたいに見えてこない？まあ、これもね、瓦礫として下に引いてもいい感じかなと思うんですけど、いいじゃん。壊れたけど中に本当は針金が入っていてつながっている風レンガ、じゃーん。でこれをさっきのこっちとこうねくっつけていくわけですよ。どうぞ。でこっちもね、上コアとかちょっと削ってもいいし、なんだろう、このままでも結構元気出るけど、おしゃれレンガ壁っぽくなってきた。このスチレンボード自体はですね、ボンドとか、あとはこれ爪楊枝とかでも刺してくっつけることができるので、そうやって留めていきまーす。こんな感じでちょっとこうやって、はい、爪楊枝でぶっ刺してます。ぶっ刺しつつのボンドがいいかなと思うので、木工用ボンドとかでも何でもいいんですけど、スチロール系がくっつくものだったらいいかなと思います。もうボンド系はね、何でもね、すぐにちょっと時間がかかるので、
まあ、それは待ってもらって次作業する方がいいかなと思います。こんな感じでくっつけてあげましょう。え、いい感じじゃん。結構ほらレンガでってるー、いい感じじゃん。すでに、うん、いいね。そしてこのはみ出ている爪楊枝さんはもうくっついたらいらないので、こうね、直近とかしてもらって、あとからね、もう少しこのね、爪楊枝を差し込んであげれば OK です。隠れちゃうんでね、こんな感じ。ほら、隠れました。どこに爪楊枝いるでしょう。こっち側逆に出ちゃったけどね、崩壊しております。ただまっすぐ入れればここにあるんだけど、で、こんな感じでまずスチロールのこう下書きというか、あの大体の形が出来上がったら、この上からですね、まあ、塗料何でもいいです、まあ、ラッカー系でも軽く塗る分には全然大丈夫なので、とかで色をまずつけていきます。まあ、レンガなので、まあ、茶色っぽかったり赤っぽかったりとかあると思うんですけど、何色か混ぜて塗っていきます。それでは、もうくっついてきたので、これを今度は、どんなあの塗料を使ってもいいんですけど、じゃーん。まあ、特色で、これはウッド用の色なんですけど、ウッドストックブラウンっていう、まあ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 、どんな色でもいいかなと思って、後からどうせ汚すしね。まあ、ラッカーをちょっと筆塗りで遊んでいこうかなと思います。ラッカー系とかにすると、多少ね、溶けるんですよ、スチレンボーダーが。なので、まあそれが面白かったりとかもするんですけど、その辺はね、自由に家にある塗料で何でもいいから色つけたら結構雰囲気が出ると思います。あとは筆にちょっと含ませたいので、こうね、溶剤を置いといて、まあラッカー系とかで筆塗りするときは頭痛くなったりしやすいので、まあね、換気してからやってください。で、これを、まあ、バシバシとね塗っていこうかなと思います。そんなことをしたら目が消えちゃうんじゃないかと思ってる方もいると思うんですけど、まあそれはそれ、これはこれな感じですね。あとでね、これもね、汚したりとかするので全然気になりません。で、なんとなく今ざっくり塗ってるんですけど、とね、ムラはあっても全然いいんですよ。で、他の色何色か混ぜて赤っぽいレンガにしたりとか、まあ今なんとなく茶色取ったので茶色っぽいレンガにしたりとかっていうのも全然自由だと思います。とりあえず一層色を塗る。まあこれだけでもだいぶね、ほらレンガっぽいというか、レンガっぽい、うん、こうムラになってた方が逆にね、味があっていいかもしれない。どちらかというとこう裏側になるようなところとか上側とかはしっかり塗っといた方がいいかなと思います。やっぱ色が違うんでね、変かなと思います。これ一面塗るだけでも全然かっこいいよね。レンガっぽくなってきましたか？感じでひとまず塗れまして、いい感じでしょ、いい感じでしょ。そう、いいのよ、こんな感じで。そうそう、まあさっくりと色を塗ったところでですね、今度乾かしてちょっと汚しを入れていきたいと思います。はーい、ではだいぶ乾いてきたので、この上からですね、はい、フィルタリングリキッドのイエローだったりとか、ラストオレンジっていうちょっとオレンジ系とイエロー系をちょっと塗って、退色じゃないんですけど、こうね、色をね、増やしたいと思います。なんとなくちょっとずつ流していこうかなと思いまして、なんかこんなにボロボロしてるのにさ、そんなね、なんかなんもないわけないでしょぐらいの感じなんですけど、これも別に、このね、境目あるじゃん、こういう模様の。の境目に合わせて塗る必要はなくて、
もうなんとなくこうちょっとずつでいいので色を増やしてあげるっていうだけの感じでいいと思います。なぜかというと後で最後にあれをあーするからあーなんです。そう、こんな感じのなんかザクッとねこう色をのせてあげるだけでもいいと思います。ただ色をこうやって増やしてあげるっていうのがね、こっちはなんもないやつよりは、まあね、色が増えた方が後にね多分汗だ感じだったりとかいろいろ乗っかると思うので、ざっくりとねこういうのをちょっと増やして色数というかちょっとね情報量を稼ごうと思います。色数が遠目で見た方がわかるかな。そう、遠目で見た方がわかる気がするんだけど、色数をこういう感じでちょっと増やして遊んでおります。そして最後に使うのがえっていうもんだと思うんですけど、タラン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 じゃーん、この見た目じゃわからんよね。コンパウンドアラメアラメアラメ、これは何で使うかというと、ここにさ、せっかく溝を掘ったわけじゃない？このね。このデコボコに対して、レンガってなんか、間に入ってるじゃん、白いの。名前わかんない。コンクリ？セメント？モルタルが入ってるじゃないですか。そのモルタルを、この白いつぶつぶで埋めていこうという。だからコンパウンドを、コンパウンドとして使うんじゃなくて、粗い、こうね、あの、モルタルを埋めるような代わりで、素材として使ってみたいと思います。うまくいくのかわからんけど、でここにこうちょんって乗せてスッてすると溝に入るんですよ。すごくない？いい感じじゃない？もうすでになんかかっこいいんやけど。でこれを塗ってこうね埋めていく感じ、埋まってなくてこう白く汗ていく感じもね全然いいでしょ。そうそう、これを全体にこうやってちょっと塗り広げて、ちょっとずつこう隙間に入れてあげつつの伸ばしてあげる感じで、深く掘ったところはよりたまる感じだよね。まあまあまあ、そんなこんなですが、まあね、どうしてもこれもね、まあコンパウンドって磨き剤じゃない、なのでこうね隙間に入ってこう引っ張ってると色を削っちゃうっていうのがあるんですよね。そう、それがあるのであんまりねガサ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 やるよりはもうサクッとこんなもんかなみたいなところで止めたら、ほらじゃーん、ちょっと古びた。こっちだとなんかまだね色塗ってツヤツヤであれな感じだけど、こっちから見るとだいぶこう古びた感じに。ないんであれですけど、乾くともっと定着していきます。でこんな感じでこうね埋まってくれました。どうでしょう、古びた城壁というかこういうレンガっぽい感じになったでしょうか。かっこいいじゃん、ちょっとかっこいいじゃんね。残念ながらかっこいいじゃんね。あ、めっちゃかっこいいやん、やば、あかっこいい。スチレンボードを切り出してボールペンでたくさん線を描いた後に細かくねディティールを彫りながら最後は色を塗ってコンパウンドで埋めるというね、そんな感じでレンガを作ってみました。こんなねこんな感じに出来上がるわけですよ。ほら雰囲気出た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 、いいでしょいいでしょいいでしょ。これを例えばこの前とか後ろとかにガンプラだったり戦車だったりいろんなスケールで作ってもらって
置いてもらってね、飾るだけでも雰囲気が変わると思います。またですね、これ作りかけで終わってますけど、こう石っぽい色、まあグレーだったり黒っぽい色だったりとか塗ってもらって、あと隙間にねターフとかで巻いてもらって葉っぱを植えたりするだけでも石畳っぽくなったりとかするので、いろんなのをぜひぜひですね、このスチレンボードというのでやってみてください。またコンパウンド埋めるっていうね、ちょっとね荒技もしてますけど、固まるとちゃんと定着してくれるので、それがモルタルっぽく、思い出したかのように言いますけどモルタルっぽくなるので、ぜひぜひやってみてくださーい。ということで、100均のスチレンボードを使ってレンガを作るというコーナーでした。簡単そうでやってみたいなと思った方はぜひ高評価を、またですね、やってみたコメントだったりとかですね、コンパウンドじゃなくってもこういうの使ってみたらなーっていうご意見もぜひぜひお待ちしております。あとチャンネル登録もお願いします。以上、モテンチュ TV でした。またね、バイ。